テクニック、そのテクニックちょっと見てみたいですけどね。僕もここ初めて来るんですよ。そうなんですか。あ、でもなんか場所が出てますもんね。多分これ全体、今日朝でっかいバスが50、多分50アップがバーって跳ねてるだから、いるのはいるんだけど、なんか水質渋いのかもしれないけど、可能性ありますよ。いるのはいる、全部来てるよね。でかいのいるのはいるよね。ここ、結構でかいの入るやん。でかいの、でかいの釣ってください。でかいの入るよね。水がありだっけ。水あり。じゃあ何、今ちょっと、あ、今イケメンギャラ入ってるね。これさせようと思って。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、する気満々ですね。一応ね、サイズを測らないと。使うことほぼないんですけど。いや最大記録は今お姉さん何センチですか。あ、私21センチかな。21。小松しか釣ったことないです。この子は、ダメや、50あるかないかぐらい。あ、いいね。たまたまな。じゃあ、あれは何で釣ったんだ。時は勝手に食ってたみたいな。池ですよね。あ、淀川。淀川ですね。あ、その動画僕見ました。いや、見た。はい。あの、ワンドで落ちたところを見てください。あ、見ました、見ました。あ、ほんで、あの、泣いてるような感じで。そうそうそう。そうそう、泣いてたっていうね。本気で、本気で。あ、本気だったんだ。本気泣き。本気泣きやつだ、あれな。ちょっとやめてさっきからイケメンキャラで攻めるの。その後ろでそのニヒルな感じでくどくのやめて。前も歩きます。あの 女意識し、女性意識しすぎじゃない。そうです。惚れさせよう、惚れさせようっていうのやめて。あ、ごめんなさいって。こっちからお前イケメンが、イケメンキャラ。いや、結構二人ともイケメンなんで、素が結構イケメンなんで。特に専務に気をつけてください。あ、まあまあ何やってくるか分かんないですよ。ここからどうやって落とそうか。今は多分テクニシャンなんで、テクニック。テクニックを今多分ギャップを使おうと思ってるんですよ。ギャップ狙い。ギャップ狙い。いいやつですね。ギャップには弱いですからね、女の子は。30キロはちょっとないかもしれない。ちょっと自分ね、これ投げてます。デュオのレアルスピン。自分はね、あの、本当にあれですから、メーカーにこびないとか言いながらこびまくりですか、実は。はい。デュオのレアレスピン、これ爆上なの知ってる。めちゃめちゃやばいね。今やたらデュオしてない。いや、そうでもないよ。何でも押すんだけど、俺気まぐれだから。だから結構こびるよ、意外に。なるほど。デュオはまあまあやばいから。よし、これ釣れる。いや、私の憧れのヘビキャロで、まずは。じゃあ結構厳しいけど、リアクションで悔しくねえよ。リアクションで何何何何、もうちょっと口開けて喋ってくださいよ。お、なんか釣れそう。釣ってね。釣れます。ヘビキャロ、せめて50アップ頑張ります。せめて、せめて言うたら低い。30にしとく。お姉のだって目標何倍だ。じゃあ撮ってらっしゃる、あなたはやりよ。何カメラマンだって。でも今日の水やばいよね。今日の水やばいね、ちょっとこれ、うん、いや俺も水見て大体わかるんだ。水死んでるわ、あれ。今泡立ってるじゃない、うん、あれ今水死んでんだわ。水が死んでる。要するに絶対釣れない状況だ、結局。だけどそれでもたまに奇跡があるんで釣れづらいかも。朝からね、ずっと俺早朝からやったの、真っ暗の状態から。あ、はい、で周り見てても誰も釣れたの見てないし、俺らも3人全く無反応。ただバスは見た。あ、見たんですね。でかいのいた。よし、そいつを狙います。でも結構これでもでかいの入るよね、時折。でかいの入る。ワンドの中ででかいの入る。入るよね。いたもんだって。ただ口使うバスを見つけない、うん、お姉さん、それやばくねえですか。やばくないですか。でもやばいよね、これ。やばいね、これやばいよね。釣れるリブやね、これ。釣れます、これ。セイム、これやばくないですか、ちょっと。めっちゃ釣れそうですよね。アラバマリの、何これ。これね、ベイトボールスピン TR って書いてます。あ、お姉さん買ってきたの。買ってきました。琵琶湖用に、琵琶湖におすすめって書いてます。アラバマスプーン、スプーンを、だから。高橋君、これ、意味わかる、これって。
公園いっぱいついてる、うん、わかんない、わかるでしょ、はい、小魚ベイトでしょ、そう小魚大群にこれイメージしたの、うん、だから俺のこれ1個でしょ、1個じゃなくて5倍、5倍で集魚力っていうか魚が見たら絶対追いかけてくるの、で投げたら入れ食いになるっていう、やったやっぱ私今日釣れる今日釣れる、そうそう入れ食いは毎回はなんないと、ね、これ渋いから反射で食わさないかも、リアクションね、これいい感じですか、じゃあチャロさんやばいですね、このスピナーベイト、やばいっすか、まあまあこれいけてますよ、このスピナーベイトにこのゲイリーのグラブつけたセット、お姉作あのさっきそこで50のがバサ跳ねたんですよ今、だからいるない入ってんすよ、ただ口使わない状態、そこなんとかやってください、やります、お姉さん開始1時間ぐらい経ちましたけどどうですか、そうですね、まあまあ、あ当たりなく小魚を投げる、そうなんです、なんすかこれ、これ何でしたっけブルーフラットみたいな、はい、何これ初めて見た、ブルーフラットもどき、え海用ブルーフラットかな、あやっぱ女の子だから丁寧だね結び方が、え結び方丁寧ですか、適当にテキサス的な感じで、ちょっとこれを挑戦してみます、あ投げいいね、そこまで落とした方がいいかも、あのお姉さんちょっとこれキャストさせてもらっていいですか、あどうぞどうぞどうぞ、いいですか、初コラボ記念にこのおねんアラバマを、はい、アラバマ、そしてバスライズかっこいいぞ、あちょチャロさん、はい、ちょっとこんな感じで撮ってもらっていいですか、この角度で、この角度でいきますよ皆さん、おねんアラバマ、おこのバスライズかわいい感じで、かわいい感じで、あいいね、いただき物です、それも来た、嘘つき、速攻を言うてもた、嘘つきの高橋で有名なんです、うわやっちゃった、あのお姉さんに借りたバスライズバックラさせちゃった、これ怒られる、これまずいだろ、人の借りて一投目にお姉さんこれちょっと糸を弁償します、いやいい、全然いいです、糸をやりました、やりました、私もよう分からへん、あいや僕やります、あ行きますか、すいません、行きましょうか、いい、あの視聴者の皆さんごめんなさい、あのお姉さんのファンの方すいません、これ弁償します、これ借りて1投目にいきなり、いや設定が俺の設定がまずかったんで、無効で、ちょっとお姉ごめん、全然大丈夫です、マジ許して、ああ俺こういうとこあるんだわ、人の借りて壊すっていう、なるほどね、ああすごい結構なバックラです本当すいません、ちょっとパルル見てくるわ、パルルを、あパルルじゃねえや、チャルルだね、チャルルパルルじゃない、チャルです、チャルルでいい、チャルルでいい、ちょチャルルどうよ、チャルル何ですか、今日ブレイコで行きましょうよ、もうブレイコで、チャルルどう、今日釣れる気しますよ、私は、あ、ま、マジですか、はい、全然釣れる気、結構あのコツコツやれるタイプだね、見てると、あのやり続けれるタイプでしょ、できるタイプで真面目に、はい、わかります、うん、わかるわかる、あの打ち込めるっていうか、だから結果出るんですよ、あ、マジですか、釣ったでしょ、釣りました、あのギリ、あのバス釣りってあの本当に紙一重の、そこで釣れるかどうか決まるんで、マジですか、最後の一押し、だから持ってるんですね、持ってるやったで、バス釣り始めてまだ 3,4 ヶ月で51匹でしょ、はい、いやなかなか、しかも淀川で釣った、でも事故って言われますよあー偶然やと、はい、まあ、いや偶然も実力のうちですよ、そうですよね、うん、持ってるんで、私持ってる持ってる、しかもその黄色の持った瞬間めちゃめちゃ重い、筋トレできるようなその差はいいですよ、それありがとうございます、俺 YouTuber おるわ、 YouTuber かな、あれYouTuber ですかYouTube の人、 YouTube です、ちびっちょ姉妹、ちびっちょ姉妹です、ちびっちょ姉妹の、ちびっちょシスターズ、シスターズ、はい、あのこれ英語で、ちびっちょ姉妹、姉妹です、今更ちびっちょ姉妹、ちびっちょ姉妹です、おう、オリジナル T シャツだもん、あ、そうや、なんなら自分たちで作っちゃいましたから、へぇ、プリントアウトしてな、アイロンでつけてな、
ちょっとパルルどう？パルル？チャルル？チャルルどう？チャルル。AKB になったの。チャルルでもいいけど。え、チャルの原因、あの原因は何なんですか？チャルの芸名的な由来は？由来？あだ名？あだ名やったっけ最初？あだ名そうです。だと私からのあだ名みたいな。あ、ちはるだからチャールみたいな。違います。全然あの名前にかすってもないんですよ。ちはるちはるに名前ったんじゃなく。確かにそっちの名前かすってもないもんな。なんでそうなったんって私も聞いたぐらいですもん。あのちょっとカメラ回ってないところでこの人ちょっとイケメン的なことやってないです。ニヒルに構えてあのトークを見たり。まだ見えてないですね。やってない。いやいや今多分モード入ってると思う。さすがに高橋君と2人だとできるけど。うん。できない。あ本当。めっちゃ期待してるんですけど私。うん。専務の技術なやれるやろトークを見つめてあのつあでもつらいつらないとやっぱりこれさせられないから釣った後にあれがっつり見せたって。ね、誰か釣ったらもらおうかなと思って。使い回しやろ。チャル釣ってこい。それを見たいから釣ってこい。じゃチャル釣れんかな。チャルマジで俺釣りたいんだけどチャル釣って私も釣りたい、うん、うちの姉向こうにいる岩本美希チャガエフ岩本って言うんですよチャラあそこに麦わら帽子の岩本美希を過去チャガエフ岩本って言ってYouTuber になりたちってうちに来たっていうまあまあやばい人でしょあの奥さんも心配してるっていうねYouTube で食えるんですかっていうそういう状態の人ですあの人、やばいでしょでもあんまり喋ってくれないですねいやね今ねあれ結構女来ると人変わるんですよあそうなんですか、ね、普段はあんなんじゃないですよ、普段めっちゃ気さくだけど女性が会えるとああいう感じでこうイケメン的な感じのイケメンオーラ、うん、そうイケメンオーラ出すいやチャガイフそうやで結構そうかそうそうそういやあれは照れやであ照れてんの照れてんかな照れてるんですかね、うん、いや、もうちょっと歩き方普段のかっこつけてないちょっと歩き方まで俺見られてるな実は男が好きかもしれないめっちゃおもろ今多分見られてるの分かってるんですかね俺見られてるやろな手振っとる丸木こうやったちょっとこれ何おねえ気づかれたなんかゴミがついてるのかな、うん、やばい背中のあの髪がついてるのかなと思ったら背中のミスをこれ何あこれも逆におしゃれな感じいやここにちびっちょ芝居ってやったやつを貼ってたんですけど、うん、洗うたびに取れてきた取れてペラペラだったからもう外そうぜってビリってやったら、うん、あそこだけ残って外れないんですへえ私も禁止だからあもう触ってないよああ見るだけ一番気をつけないかな高島さんでかいの結構いるよねいるんだけど口使わないっていうこういう日はね、うん、こう地下に入ってくるんでかいバスかマジでだからなかなかね、うん、このバスも擦れてるからね食わないねバザーが結構多いでしょ今日も、うん、月曜日なのに、うん、こういう時はやっぱりバスもね見切ってるから、うん、反射で食わす反射がいい反射がいいねこういうね、こういうの使ってみんなこれね、聞くから反射力は最高ディオドン今一問してるこれほんとチャル釣れんわ釣れないですチャル釣れんわそのイエローの竿がぐるー曲がってくれたら奇跡の映像が撮れるんだけど曲がれ甘くないよね曲がれってただ回遊してきた時になんかたまたまフラーっと来て沖から泳いできてあバクってっていうのがありえるもちろんあるんだけどまあ正直多分1日やって1匹出るかとかそういう勝負今日は投げまくりますね投げまくらないひたすらあお姉さんちょっとタックルボックス紹介してもらっていいですかいいですか私も何が何だか全然分かってないんですけどデラボールをずっと可愛いねこれデラボールやっていいやこれ可愛いね可愛いですよね確かにそれちっちゃいバージョンなかなか売ってないんですよへえー、あ人気なんだみたいですねなんか全然売ってなくてやっと1個だけなんか唯一あったんでそれ買ってみてそれちっちゃい方大きい方は結構売ってるんですえ釣り道具どこで買うんですか主に
大概、うん、タックルベリーとか。あ、タックルベリーでね。はい。いや、どれも釣れるルアーですよ。あ、そうなんですか。うん、どれもこれも全部釣れる。これキャラメルシャットですかね。そうです。なんか琵琶湖で釣れるってまたあの店員さんに勧められたって感じ、うん、タックルベリーの店員さん結構勧めてくれるんですよ。キャラメルシャット釣れそう、はい、俺も持ってないけど釣れそう。あーんで、こんでお姉さんこれ、こんでこれで、これね、まだ一回も使ったことないフロッグやんないと、はい、うん、なんかあれですよね、葉っぱとかいっぱいこうあるところにピョンピョンって、うん、そうそうそう、これやれるわ。それいつかやろうと思って持ってるんですけど、うん、やれる場所に行かないです。それだと釣れそう。釣れるかな。こっち琵琶湖よって言ったら、私おすすめのやつです。あ、これ、これしとこ、これスピニングでもできますかね。あ、なにこれ、こんな感じです。なにこれ、名前は骨です。なんか見たことあるな、そのシール。いやいや、こういうの釣れるんだわ。なるほど。釣れなさそうでしょ、パッと見ですかね。めちゃめちゃ釣れる。俺 YouTube で見た、こういうの釣れる。ちょっとやってみてよ、うん、これやろう。これでもスピニングでいけますかね、重さ。いけ、何グラム投げてみて、いけるよ。いけますかね、投げてみて。ただライン何号お、何グラムそれ。ミッキーどう。渋いですね。渋いでしょ、うん、相当渋いですよ。相当渋いでしょ。全く釣れないんだって。ちょっとチャルル、やばないこれ。めっちゃいい。私もやりたい。これやばない、ねえ、うん、結構あの名古屋でも多いんですよ、あのにわか関西弁の使い手っていう。あのにわか関西弁のに、要するに僕の周りでも多いんですけど、名古屋に50年住んでて、はい、関西に一言も住んだことないのに、2年前に関西系の友達ができたから、はい、やたらと関西弁を使います名古屋人が増殖中。だからなんかめちゃくちゃな関西弁っていうか、多いですよ、エセ関西弁憧れてるっていう。なんか私逆になんかきつく聞こえるから名古屋独特やと思うんですけどね。うん、あれなんか引っかかったの。ちょっとおねえやばないこれ。これやばいっしょ、これやばいでしょ。これは釣れるルアーだよ。取材来るよ、ピンクとピンクで。でしょ、うん、カラー何がいいですかって言われて思わずピンクでって言いました。結構泳ぐのこうグネ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 いくんじゃない。はい、グネ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 と。チャルルあれやばないあれ。あのルアーやばいっすね。だってオリジナルルアーみたいになってるじゃん。オリジナルルアーみたいになってる。え、どこのメーカーなの。あ、秘密、シャインルアーズ。あ、シャインルアーズっていうところに。はい、骨です。骨です。骨ですっていう名前で、ね、素材は何でできたの。骨ですじゃなくて骨ですじゃないの。素材なんでできたんだろう。これだから粘土っぽくないですか。あ、違う。結構結構多分高いルアーだと思う。ですよね。高いですよね。ちょ、チャルルやばないこれ。チャルル。ママくどい、ごめん、俺ママくどいって言われてんだけど、いろんなとこで、いろんなとこで言われてる、いろんなとこでひたすら繰り返すんだ。チャルルじゃなくなったから。チャル、チャル、チャル、チャルとおねえ。ちょ、おねえ解明しない、この際。え、何しましょう。おねえだってさ、チャルはさ、もうなんかチャルって言ったら、あ、この人ってないけど、おねえって名乗る人多いのよ。あ、そうなんですか。世の中でダメだダメだ、それはダメだ。 ネット界隈でおねえとか言う人多いんですよ。でどのおねえになっちゃうって検索した時にどのおねえで埋もれちゃうから、あ、オリジナルな、俺名前つけてんの、ね、いろいろ。あ、そうなんですか。つけてください。今まで俺 YouTube 界隈で30人ぐらい名付けて、はい、あ、マジですか。うん、みんな名乗ってくれてるから、まあ、使うかどうかはおねえに任せる。はい、じゃあお願いします。うん。怖い、なんか怖い。どうだろうな、今ちょっと見るわ。見るわ、どこをどう見て解明されるのかが。プリ。プリ。あのそれ、あの結構、マジですか。いやいやいや、あ、じゃあプリだけは何がいいかな。プリって感じよ。プリって感じします。プリって感じしない。プリ、プリです、チャルですみたいな。プリン、プリ、プリン、プリ、ん、プリン、プリンで、いや、いろいろ出しておくわ、案を。はい、プリ、プリン、
プリン、プリン。なんか、プリ姫って感じかな。プリ姫。プリ姫でーす。あ、いたない、ちょっと。自分で姫だと言っちゃう女みたいな。あ、そう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 。言われてないけど、いたない。ちょっとプリは嫌やな。ニコプリン。ニコプリン。どういうこと？どこからニコが来たの？なんかニコニコしてるから。あ、うん、あ、日光ってのはどう？あ、私は昔日光日光って呼ばれてました。マジで？はい。なんで名前が苗字から。あ、日光でいいじゃん。じゃあ日光でいいですか？ちょっと日光だったらインパクトあるよ。日光です。何やろ。私でも日光って呼ばれてた時ちょっと日光猿軍団ってめっちゃ言われた。昔めっちゃ叩かれてた。ああ、嫌な思い出がある。お、じゃあキャルキャルチャルキャルチャルキャル。今回今日結構名前決まるんで重要な回ですよこれ。そうですよ、結構これ、うん、多分ね、私らの人生が関わってかかるかかる。ただおキャルキャルでーす。あ、いいね、ギャルの変化系で。ギャルのちょっと古い版のキャルキャルぐらいでいく。俺はできればキャルプリンにしてほしいけど。キャルプリンでーめっちゃプリンだから。芸人にいそうですよね。キャルプリン。たぶん、カモモン、たぶん、キャルプリン。自分で言われるやろ。キャルプリンです。キャルは確かにいいかも。ちょっと、初挑戦。ピンクルアーズ。おお。おお、何グラムあんの？何グラムあるの？結構重いよね。お、浮いとる浮いとる。前まで、あ、でも結構あの、何ついやつ？なんていうの？めちゃめちゃいい動きだね。あの滑らか、なんかゴムみたいだね。すごい。蛇みたい。これは釣れるわ。すごい。へえ。あのなんかあの水の抵抗もすごい。なんかこれ見て、釣ってる？やばない。これ絶対釣れそうな気がする。釣れたやば。これやばないマジで。ねえ。まあまあやばいこれ。これね、シャインルアーズさんのが。多分俺釣れたらでかいサイズだと思うよ。ですよね。なんか50が食ってきそう。いや、自分も散々アイアン見つけて投げてるんですけどね、食わないっすわ魚が。ミキどう？ミキ人見知りなの意外に。なんでそんなに離れるの？ほんと釣れそうなポイントも探してる。純粋にマジで、はい、あ、ガチで釣りに行ってる。人見知りしないもんね別に。釣れとるんか。何何何、全部釣れとるんか。釣れとるんか。見てくださいこの動き。あ、すごい。チャルどう？あ、チャルだよね。チャルですよ。合ってるよね。合ってますよ。チャルどう？釣れないね。ああ。捕まってるやん。ちょっとおねえ、もうそろそろ気づいてくれたうちの専務の魅力に。来ました。でしょ。結構結構イケメンでしょ。はい。やられました。うちの結構イケメンの。釣れた時のポーズを。超期待してるんですよ。釣れ。もう完全に裏方に出てる。そうだね、全部あんま出たくないって言うね。そうだ、あんまり別に出たくないのに。うちの推しは今、茶がやる。そうそう。ちょっとこのアラバマが悲しいよね。いろいろ全部投げてんだけど釣れないわ。ねえ、もう投げ続けて投げ続けて。ちょ、ミッキー。俺今日さ、あのチャルのあの、ジーパンの穴が気になってしゃあないんだよ。いや、ごめん、これちょっとセクハラ入ってました。あれが気になって俺しゃあないんだけど。
際どい。あのジーパンの穴が気になってしょうがない。いやいや、でもポイント高いですよ。ポイント高いですよ。これまあまあサービスカットですね。ポイント高いですよ。サービスになるのかな、この人。なお姉もこの辺に破いといたら。ああ、もうこの辺に破いていいっすね。いや、そこはちただの変態だし。ということで、釣りガール初コラボ。コラボとんでもない、やっぱり広いんだなと。いや、日本のもうこんな釣りガールがいたんだって。ちびっちょ島、俺の一押し。いや、うん、俺は売れるんじゃないかな。俺も僕ね、推しが毎回変わるんですよ。うん、2ヶ月おきにあの人押して、あの人押してみたいな。あのルアーも一緒、このルアーいいよって2ヶ月後にはこれがいいんだよ。コロコロとスコロコロ買ってる2ヶ月。いや、ちびっちょ姉妹は多分来ますよ今後。ありがとうございます、はい、頑張ります、頑張ります。でも釣れなきゃ意味がない。釣りガールじゃない。そう釣れなきゃ意味がない。高橋君お願いしますよ。何を？ちびっこ姉妹。ちびっちょ姉妹。今のちびっちょ、ちびっちょ姉妹、うん、意味はあってる。ニコプリンとおねじゃない、ごめん、チャルルとおね。あ、そうです。あ、違う、チャルルじゃねえや。チャルル、チャル、チャル、もうチャルルでも定着してるわ、うん、チャルルって感じがする。チャルルとおね、チャルルと、おあと日光もしくはネコプリン。ネコプリン、ネコになってる。あ、ネコプリンいいやん。ネコプリン、だからプリンっぽいらしいです。私プリンね。改名どうしましょう。ネコプリンですか。ネコプリン、いやいや、俺は強制権ないから。あの、ただ俺はネコプリンか、かプリン3つぐらい出してください。ネコプリン、お日光、日光、香り、香り、めっちゃここ普通なんですね。香り普通なんですね。リエ、リエ、めっちゃ普通の名前2個で挟んだけど、何のひねるかともない、ただの普通のなんか名前なんだ。何がいいかな。結構重大だから考えて決めてください。僕はネコプリンをおすすめします。あ、ごめん、ネコプリンってうちのコメント書いてくれる人がいたのかもしれない。なんか頭にあるんですね。鼻出た今。あ、リクプリンか、あれは。いやー、釣れんかったね。すいませんでしたね。厳しいね、リアゴがね。厳しいですね。ダメやった。口使うバスおらんわけよ。ああ、俺は残ってやっていくわ、一人で。ああ、いや、俺もやっていく。ああ、夜釣り昨日もやってるの、一日。いいの、うん、昨日はどうでした。昨日はね、7匹。お、すごい、うん、すげえ、最高、うん、最高52センチが来ました。すごい、羨ましい。小バスも来へんのね。正直見てなんかよくわからん。いや、動画撮ってるのか見てよ、うん、動画撮ってきた、一人で。52センチと27と35と小バスと。すげえ、奥琵琶湖か、行きたい、今度行きたい。奥琵琶湖行こうか、うん、呼んでください今度。今日あれ、ちびちょ島のセクハラ大丈夫でした、なかったですか。そうですね。まあ、高橋くんの結構つけてくるね。あ、そうですね。入れた以来、鼻で鼻でくっついたあかんっていう。めっちゃ変態な人になってますよ。そうそうそう、まあまあやばい。でも一番危ないのはこの人。あ、実は、うん、ネクラな感じですか。いやいやいや、あの、二重人格の岩本って言われてる。あ、そうなんですか。マジで今日だいぶ猫かぶってるんです。今日はいいですよね、うん、一番タッチ悪いのは本当この人。二重人格、ね、うん、妄想の秋山、うん、妄想だ。え、何がこういうのですか。釣りたい。なんか結構執着心あるね。テナモでしょ。うん、何そのイケメンキャラ。声低くして。まあダメですね今日、うん、さっきそこでバーンって50の跳ねたけど、そうですね、釣れんだ。もう諦めますよ今日は、うん、はい、ミキピキ、あれやばない、あの二人。特に左側の人も。そうですね。やばないの。やばいですね。やばいよ。疲れてないですか。誰が？疲れとるよ。あれ、疲れてるじゃん。ミッキーやばないあの三人。三人。めっちゃいますね。やばいですよ。やばないでしたっけ。うん。やばない。覚えたての関西弁。一番恥ずかしいやつですね。うん、そうです。なんかちょっと感じたんだ。あ、本当。感じた。あの二人やばないって。
やばない、あの3人やばないってミッキーが言うから、もうやばいね私らの口癖、うん、でミッキーが黙って、あの2人いくつなんですかって何をチェック入れようと思う突っ込んでやって、えでもあれなんですね、私は直接には聞いてこれないですね、 あシャイなんだね、シャイなんですね、クールクール、あまたカッコつけてる、あれ見て、あ今あれ俺はみんなが帰るときでも釣り合ってるアピールチャガイフ山本のな、な、なにそのかっこいいポッ、来た来た来ない、釣りたいです、一匹一匹ね、いやいや、帰ったってもう一回やるよ、夜もやるよ、明日もやるよ、なんか今流行ってるあのおしゃれなスウェットみたいな、今ハス、ハスかなあれ、全部あれ何あれハスコ、なんかなあれ、どこにおる、愛はもう終わったの、わからん、怖いよ、怖いよ、おらんのかな、あれとか大きいバスがね、さしてくる、うん、あれはバスじゃないよ、ハスかな、なんだあれ、オイカはなんだろう、コアユで、コアユにしてはでかいね、ミキ、コアユの中にバスが紛れとるって、紛れとる、紛れとった、あれ一匹、そうで弱った小魚演出、一匹おった、バスがおったよね、おねおったよね、あれですよね、尻尾黒いとやってる、そう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 、一匹いました、ちょちょちょ、今のやばない、やばいっすマジで、あのやばない、もう気に入ったよその言葉、やばない、あのなんか小魚の群れの中に1匹だけバスがいるって、まあまあやばいよね、やばない、あれやばないミッキー、結構この辺でかいヤシが来てるから、でっかいヤシ、はい、釣ろうよ、わかりました、うん、まあ釣らない、帰れんすもんね、ああ釣り切らない、でかいヤシ釣らんの、はい、ヤシ釣りましょうか、ああじゃあミキヨミキヨ、はい、これめちゃくちゃ釣れたんだって、マジですか、このヤシやばいって、このヤシは台風のパワーで木をぶっ倒すってことは、じゃあ、はい、人間だったら空中 10m ぐらい飛んでくるよこれ、これ木をぶっ飛ばしたんだから、え持ってないよ、あ持っとるけど、あのヤシがやってくれるよ、さあさあ巻いていきましょう、どう、あの当たって落ち着いてファイトしてね、はい、強引に巻くとその針はさパカって外れやすいから、あ分かりました、ゆっくり巻いてきて、はい、釣れたらもう落ち着いて、ただ叫んでいいよ、わかりました、やったー、あれ鍵って持っとく、根掛かりしやすいよ、今あの羽締めとったら、 あそうそうそう、上がったね、手前が急に浅くなって、はい、5メーターぐらいってちょっと深くなるかな、今さ足でさ足元のとこで結構でっかいヤシがバラした、今バラした、うん、俺も苦手だったけど、うん、ちょっとここやる気あるかもしれない、いや今ね足元でブールしまくってんだわ、でベイトはアユ、コアユ、落ちアユだよ、落ちアユパターンだよ、で今めちゃめちゃボワれてて、うん、食ったのが50あったかな、バレたバレた、こうちょっと針追い食いみたいな形、あなるほど、ね、うん、でそこ釣ろうって、ここ入っとるわ、入っとるわ、ヤシ入っとる、ヤシでっかいしおるんだ、早く早く時間ない、でかいヤシおるから、この一体でやってるわ、ボイルパターンだって、あんたフリックシェル、今船が通ったんだけど、船が通った後こう波が荒れた時チャンス、この時騙せる、こういう時巻く巻く、やっぱ男はさやんなきゃダメじゃん、やんなきゃダメ、やる気ならダメ、結局じゃあそのやるかやんないで迷ってグダグダしてる場合じゃないじゃん、そういうことや、そういうとこあるじゃん男の子って、釣れても釣れなくてもやる気ならダメ、とにかくそうせんとやっぱヤシは捕まらんで、かいヤシは捕まらんで、でかいヤシは、でもあボイルボイルボイル、あそこあそこ見よう、ボイルパターンボイルパターン、あそこあそこボイルしてる、ボイルボイルが追いる、食ったか専務、食った、寝かかりか、そっちはボイルボイル、おフィッシュ、
はい、来た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 。よしよしよし。よしよしよし。負け。早く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 負け。早く負け早く。よしよしよし。お、結構良くないですか。山線か。これは気持ちいい。いたね。よかった。俺もさっきからバラしまくりこんなんが来てる。よし。イエイ。はあ、一回そこに落としてちょんちょんちょんな、微振動微振動5センチ教えた。そうそうそう、その手まくれが効くんだよ。うん、電動マッサージの機械に手を右手をする、グブブルンブルンブルンで、そこで8の字角竿先でこういう感じでクリクリクリって、そしたら動いてるから。あ、そういうことか。そうそう、だからいろんなアクション竿先だから、音楽のこれでしょ、こういう式あるやん、 あれをやること。そうするとワームがピョンピョンピョンで、それ釣れるから。結構でかいのが、あ、サイズがちょっともうちょっとでかかったら食うだろうけど、でかいのがね釣れると思うんだよ。さっき釣れたとこ行こうよ。俺もあっこで当たったし、この辺全然当たらなかった。いや、この辺投げてもいい。やばくない、あの人の顔見て。まあまあガチあれ演技かな、結構ガチっぽいよねこの巻き方は。あ、いろんなとこ沈めてバーン引っ張っていくよ。あ、しかもケツのり山線香じゃん。ケツの血がついたそれ肌色の当たるよ、ミミズと一緒なんだもん、小魚と一緒だって全部。ちょっとさ、これ特殊なパターンでさ、ボイル連発するんだけど、ね、ミノー投げようがワーム投げようがなかなか釣れないってどういうことだよ。さあ、結構俺もさ映画いっぱい撮っているやん、いろんな映画撮っているけど、やっぱりこの夕方5時過ぎのこの夕焼けゴールデンタイムって言うんだよ、映画界でさ。自分映画撮っていたよ、いろいろ。まあこの動画ね、ただの YouTuber だと誤解されるのも困る。映画監督だから俺、職業、本業が映画監督よ。そうなんですよ、あの画角もさ、その日出るか出ないかで勝負やるからさ、映画撮るときっていろんな映画撮っていいだけど、この一瞬しか撮れない。そうなんだよ、だから今が専務がこの状態でこの角度でこの画角が出ないからなかなか出るもんじゃないじゃん。ああ、この絵はなかなか、絵作りなかなか大変だよ。ここに一発するとね、ああすごい嫌なんだよ。あ、ボイルボイル投げて投げて、あそこあそこボイルして、早く早く、おいおい、なんだおい、竿を折るな、竿を。焦りすぎだよ、焦りすぎ。どこ行った今、こっちだ、飛んでった、飛んでった。巻いて巻いて、何やってんだ、自分やろう。